こんにちは、チャオズと申します。前回に引き続き MTG の動画配信を続けていきたいと思います。前回、セレズニアポイズンを使った時にですね、この黒緑の、ファイレキシアの抹消者のデッキの方と当たりまして、このデッキ俺も持ってるぞみたいなことをお話ししたんですが、今回はそのデッキを実際に使っていこうと思っています。デッキの名前はファイトクラブというように、ポイントとしましては、このファイレキシャの抹消者を格闘していくっていったところがポイントになります。4マナ5トランプルなんですが、8制限1つがこいつにダメージを与えるたび、8制限のコントローラーはその点数に等しいパーマと生贄に捧げなくてはなりません。例えば、こいつがブロックされてですね、3-3とかのクリーチャーにブロックされて、3点のダメージを受けたとします。その場合は、その相手のプレイヤーですね、3つのそのパーマネントを生贄に捧げなくちゃならないと。そういった感じになります。それが例えば5点になれば5点と。言ってみればヤンキーですね。ダメージを与えられて、オラなんだオラみたいな感じでですね、パーマネントを生贄に捧げさせるという感じですかね。で、ただ実際に、こういう効果があると、相手のクリーチャーとかもブロックしてこないし、アタックもしてこないわけです。で、そこでポイントになるのが、この斧強打と藪打ちっていったところなんですが、格闘すると。クリーチャー2体選んで、で、実際互いのパワーをですね、与えさせる、ダメージを与えさせると。そういった感じでですね、無理やり格闘させて、この効果を発動させるといった感じになります。あとはですね、こういった格闘系のカード7枚仕込んでおり、このユスル大王入道ですかね。こいつが6-4のパワーがあって、ただね、3マダ6-4で結構強いので、相手はこいつが攻撃時に、こいつをアンタップさせる。で、カードを1枚プレイヤーに引かせると、アタックなしにさせることができるっていう。こっちにとっては、ドロー系の、カードになりますし、パワーが強いので、この6点のダメージを格闘で与えさせると。そういったことも可能になります。で、実際にカードを引くことで、アドバンテージを取ったりできます。あとはですね、こういったベールのリニアナで、カード1枚、捨てて、相手の手札をゼロにして、たり、クリーチャーで、生贄を捧げたりですね。あとはそうですね、この結構強いグリサさんスレイヤーで先制攻撃接種があるんですけど、ダメージを与えて、カードを引いてアドバンテージを取ったり、先制攻撃接種で、クリーチャーを破壊したりですね。はい、よろしくお願いいたします。まずは1戦目ですね。土屋さんもやって、除去もあって、で、実際に3マナ圏までの流れが想像できますので、これはキープしていきたいと思います。いずれにせよ、1マナ圏で何もできないですが、これはできるんですけど、一応格闘として取っておきたい。で、まずタップ状態の土地から出しますか。馬を出します。旦何もなしで大丈夫ですかね。こいつはいきなり速攻で殴ってくると。相手は赤ですので、結構早い位置から結構ランダしてくる可能性がありますね。
ンスタント、まあ、普通に3点で殴ってくれるかなという感じです。殴ってきました。一旦の6狙いで、除去しますか。相手は手札5枚です。こいつを出しても残りこいつがですね、2-2で殴ってくるので、ちょっと怪しい部分ですね。どうしようか。まあ一旦ここはなしでエンドにします。そうですね、22が2体います。で、まあ、まずはこいつを出してですね、で、今度は実際格闘で、まあ、1体除去しましょう。5の強打で、まずこいつと、まあ、どっちでもいいかなとは思うんですけど。で、エンドです。なるほど。で、来ました。実際にパイレキシアの勝者を出していきましょう。で、格闘をやっていきます。なんだほら、来て。2点のダメージを受けたので、相手は2個パーフェクト池に捧げる必要があります。まあ、順当にプラスを増やしつつ、パーマネントですかね。パーマネントを生贄に捧げさせるマイナス6効果を狙って出していきますか。で、プラスを増やしておけば相手のクリーチャーが出てきた時も、まあ、これでですね、対処できることはあるのかなと思ってます。で、一旦攻撃で。で、4ターンこっちで殴ればいけるのかなって言ったところです。ああ、なるほど、そういうことか。土地があるので、こいつの22で殴られたら結構怖いですねっていう部分です。どうしよう。一旦でもまあ、エンドにしておきますか。なるほど。こいつでじゃあ土地を一回ブロックしましょう。除去がしづらいので、ソーサリータイミングのカードを使うことができないからですね。で、相手は、残りパーマネントが3つです。で、まず一旦ちょっと怖いので1点のライフを得ましょう。これでちょっとあれですね、まあ、火力が飛んできたら怖いです。で、これで上長しては2マナ残っちゃうので、まず本当にキャブ打ちで、格闘で、もうこいつを上長した後に2点、2
的なダメージをパイロット、まあ、勝者に与えて、パラシュート2つ破壊させるっていう感じですかね。これで相手は1マナになりました。はい。で、一旦戦闘で、でもちょっとやめましょう。ブロッククリーチャーがいないと、なんか1マナ圏で、例えば総員の触相などで1マナで飛んできた場合、結構、そこだけで、そこで終わっちゃう可能性があります。Don't overthink things. あ、ミスだ。You won't be outsmarting me. ケースがあります。なので、まずはクリーチャー3セリア、クリーチャーブロック系のクリーチャーを一旦残しつつアタックするってのがいいのかなっていう。で、まずプレイヤーでも効果使っちゃいますか。こうしましょう。で、その後にまず全てのクリーチャーをマイナス2に交換します。はい、これで相手の盤面は何もなしですね。で、ブロック系のクリーチャーを一体残して、全てでアタックさせると。1点のライフはちょっと失うと嫌なので、選べないのか。パーマネントを一つ対象にして、何も終わらせずにすることはできる。ありがとうございました。2戦目お願いします。そうですね、土地も3枚あって、で、実際にファレクシャの抹消者と藪打ちっていう、コンボが結構成立して入っているので、4マナはちょっとないんですけれど、ジョジョは2つあって、結構ストーリーが描きやすいのかなっていう印象です。で、これはキープです。で、3マナ圏も、ユスル大入道、大入道がですね、あるので、すごいいい流れなのかなとは思います。まずはいずれにせよタップ状態のやつですね。入る。で、スタートさせましょう。で、2マナ圏で、ジョジョを構えつつ3ターン目を迎えると。クリーチャーが出てきたらジョジョを飛ばします。なるほど。なるほど。タップ状態のやつが出てきてますね。どうしようか。次3点食らいますね。土地を引いて4マナ圏を構えるっていうのもいいのかなと。一旦これを構えつつですね。一旦じゃあこれでエンドで。で、アタック時にインスタントを殴させて殴るかなっていう印象です。そうですね。これでやっちゃいますか。これドローソースのカードですけど、11で弱いので無視でもいいのかなっていう印象です。ちょっとミスりましたね。こう、シェオルレッドの直令で、先に相手を、こいつですね、しつこい負け犬をやっといて、で、のど首狙いを残しておいた方が良かったかなとは思います。理由としては、結構弱いやつを構えられると選べられないっていう
そういったところがあるので。そうですね、相手と手札は一緒ですが、まあ、ドローソース3マナ券というのがあって、まあ、6、4で一旦次殴ろうかなっていうところですけれど、まあ、相手アンタップでカードを引かせてくれるのかどうかっていうところがポイントですね。まずはアタックさせますか。で、様子を伺います。ブロックしてくるのか、ドローさせるのか。あ、そのままですね。じゃあ一旦グリッササンスレイヤーを出しましょう。こいつは結構ダメージが通ると、マインチャント破壊か、パーマネントからカウンター取り除くか。で、あとはこっちはドローするキャラですね。確かこいつエンチャントだった気がします。一旦全部アタックさせますか。で、いずれにせよ、ブロック、そうですね。グリッササンスレイヤー取ったらエンチャント破壊ができるはずです。なので、いずれにせよ、ブロックする、してきますね。といったところです。で、一旦エンドしますか。白系なので、結構全体除去が入ってる可能性があるので、ちょっと手元にクリーチャーカードは残しておきたいなっていう印象がありますね。おっと、これで追放させられちゃうか。グリッササンスレイヤーですよね、多分。グリッササンスレイヤーでエンチャントを破壊できるので。そうですよね。なので、例えば、放入道をこれでやると、ギリシャサンスレイヤーでエンチャント破壊できちゃうので、一旦ちょっとアタックしますか。相手が結構手札7枚、6枚で結構どんなカードがあるのかちょっと怪しいですね。怪しい動きをしています。手札が8枚になったので、いずれにせよ何か出さないといけません。で、放入道、まあ、こんなにカードがあったら1枚2枚その変わらないだろうっていう。まあ、要は、オーニュードを2枚出しても、ドローさせてダメージ下げるのが先決だっていう感じで、向こうも思うと思うんですよね。で、多分、残りこれくらいたくさんになるんで、アンタップさせるはずなんですが、どうだろう。3点でも受け入れるのか。それとも何か白系の除去が入っている可能性も考えられます。攻撃クリーチャー1体を破壊するが出てきましたね。まだ6枚あるので、ちょっと除去系のものがちょっと手札に入ってる可能性が考えられますね。ああ、なるほど。キスルオーニュード向こうも入ってますね。じゃあ、これで、一旦も6点のダメージを受けることを、ちょっと、心に決めますか。覚悟しましょうか。一旦、じゃあ、やぶ打ちやります。で、いや、待てよ。一旦アタックして、まあ、6点食らっても、いずれにしろ6のパーマネント破壊しますし、2でブロックされた場合、向こうまず2件に捧げますね。で、その後に、6点食らうことで、パーマネントをさらに剣に捧げると。で、すべてタップなんでインスタントもありません。ちょっと一旦アタックしてみますか。
そうですよね、通しますよね。で、その後、ちょちび崩しで、まずこいつを先にクリーチャーを減らします。で、生贄対象を減らしておくことで、より減らせるのかなっていう部分があります。で、藪打ちでもうこいつと格闘させましょう。はい。で、向こうは6個生贄に捧げなくちゃいけません。で、タフネスも4なんで、向こう死にますね。で、相打ち。で、6個生贄に捧げる。あ、はい、ありがとうございました。はい、3戦目です。3戦目を進めていこうかなと思います。さあ、この流れは3マナ圏が、3マナありますね。で、格闘はないんですが、まあ、ファイアクションの抹消者があって、で、ラノワールの浄土は語りですかね。これでマナも引き出せます。で、ジョジョも2つあって、まあ、いい流れなのかなという印象です。これはキープ。お、ロード・オブ・ザ・リングのやつですかね。まあ、いずれにせよ、1マナは、まあ、ないので、1マナ圏のカードがないので、まずはタップ状態の入るこのカードを出していきたいと思います。相手は青系ですね。ちょっと打ち消しが怖いかなっていう印象もあります。これは何だっけ？ 3 人のクリーチャーになるのか。一旦2マナでラノワールの浄土あたり、語りを出して、まあ、すぐファイレキシャの抹消者を出せるように、ちょっとマナを加速させますか。ああ、なるほど。バンス系がありますね。ああ、3人になりました。確かフェイズアウトするやつですね。で、実際に多分フェイズアウトさせられちゃうとちょっと嫌だなっていう。格闘させようと思った時にフェイズアウトさせられて、で、発動しないっていうケースもありますね。ああ、かき消しも入ってます。結構、あれですね、打ち消し系がちょっと入ってて、で、ちょっとやられちゃうと嫌だなっていう。この抹消者がですね、打ち消される可能性もありますね。これが多分、X だけど、青を捨てればフェイズアウトできるんですよね。ちょっと覗く見狙いで一旦陣を破壊しますか。フェイズアウトさせてきます。フェイズアウト X1。ああ、そっか、陣で、1マナ少なくなるので。じゃあ、もう一回の毒見狙いで陣やりますか。5になりますよね、インスタントで。カウンター系を構えて3点でずっと殴り続けてくる可能性がありますね。一旦出して、これを、浄土語りを出しますか。で、これ打ち消しが飛んでくるかどうか。培養にもなるんですね。4枚のうち手札を1枚。だからカウンターを構えられるとちょっとまずいなっていう印象です。ただ一旦覗く見狙いでこいつを除去しますか。で、カウンターが飛んできますね、多分。カウンター飛んできた。で、次に、ファイレクシャの抹消者を出した後、斧の強打で、生贄に捧げられますか。で、このカードが何なのかによります。カウンターを引かれたらちょっと嫌だなっていう印象ですね。さあ、相手のカードは何なんだ。あ、掘り下げるものですね。
で、相手の手札がゼロになったんで、次打ち消しはないですよねっていう話です。で、ファイルアクションの抹消者を出します。で、緑マナーが残ってますね。で、その後に格闘させます。で、3点食らったんで、相手は3つパーマネントを生贄に捧げなくてはなりません。さあ、どうするか。で、インスタント。2マナあります。バウンス系を出すのか。やるなってきてますね。ありがとうって返しますか。一旦じゃあこれで、消しますか。で、まあ安全に、まあ5点を4回殴ればいいっていう話ですね。バウンスが飛んでくるか。ちょっと3マナなんで怖いですけど、あ、ジンが来ました。よろしくって来ましたね。でも、こっちが残り4なので、やばいっすね。ターンをもらう前に、一旦これドローを一回増やして、助教がないか。ああ、助教引かないっすね。ああ、助教引かないっすね。ああ、なるほど。向こうが飛行持ちで、こっちが残り4点なので、これは負けですね。すいません、負けましたっていうところで、投了します。投了。すいません、ありがとうございました。今回は、このファイレキシアの抹消者を使った格闘デッキですね。ファイトクラブって名前付けたんですけど、デッキを使っていきました。まあね、このファイアクションの抹消者で格闘するとですね、結構お相手さんが、まあ、パーマネント生贄に捧げなくてはならないっていったところから、まあ、本当何も出せないっていう状況になってしまうと。で、そうなると、やっぱりもう諦めてですね、投了を、もらうと。まあ、そういったケースが結構多いのかなっていう印象があります。で、結構その4マナ圏、まあ5マナ圏で、結構早い段階で結構こういったまあ、お手軽コンボを決めることができるので、結構強いのかなっていう印象はありますね。ただこの4マナ圏をどうやって出すのか、黒4つのシンボルをどう出すのかっていうのがポイントで、結構まあ、ラノアールの浄土語りですとか、まあ、あとは、ヤブ打ちというところで、基本の地形を出したりとか、まあ、そういったところで、スピードアップをさせ、なおかつ、対処、進めていくコンボを狙うっていうのが、いいのかなというポイントです。まあ、あとはですね、クリーチャー系で言うと、まあ、グリッサさんスレイヤーでダメージを与えるか、このユスル黄入道でですね、結構6点で、まあ、アンタップを、相手がしてさせて、引かせてくれるっていうケースもあるので、それでどんどんカードを引いて、コンボを完成を狙うという感じもいいですね。で、あとはまあポイントとして、まあ、覗き見狙いと、まあ、シェオルレットの直霊、切り崩しといったですね、助教がですね、まあ、ある一定の条件があるので、まあ、ここをどう、何をどのクリーチャーに使っていくのかっていうのが、まあ、一応考えなきゃいけないポイントなのかなっていう感じです。助長しててもですね、こういったファイアクションの抹消者との格闘コンボで、クリーチャーを残しておかないといけませんから、まあ、そういったところも加味して、進めていく、まあ、そういうプレイが必要になってくるのかなと思います。まあ、あと、今回の動画ではこれあんま出なかったんですけれども、結構これも強力で、7号でハンコンっていう部分で、結構まあ、ライフレースとかでも役に立ちますし、まあ、威迫でですね、まあ、除去で相手がクリーチャー減った状態で、威迫で2体以上じゃないとブロックできないところで、ここを通したりとか、まあ、結構これも強いクリーチャーだとは思います。で、まあ、そうですね、今回は2勝1敗というところで、まあ、最後はちょっと負けてしまったんですけども、楽しいデッキだと思いますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。それではまた。